き声は誰だ？この動物はパオーンと鳴くよ。正解はゾウでした。次の問題はこちら。この鳴き声は誰だ？この動物はヒヒーと鳴くよ。正解は馬でした。次の問題はこちら。この鳴き声は誰だ？この動物はメーと鳴くよ。正解は羊でした。次の問題はこちら。この鳴き声は誰だ？この動物はガオーと鳴くよ。正解はライオンでした。次の問題はこちら。この鳴き声は誰だ？この動物はモーと鳴くよ。正解は牛でした。次の問題はこちら。この鳴き声は誰だ？この動物はコッケコッコーと鳴くよ。正解はニワトリでした。見てくれてありがとう。またね。海の生き物わかるかな？わかったかな？正解はカメだよ。次の動物はこちら。みんなわかったかな？正解はペンギンだよ。次の動物はこちら。みんなわかったかな？正解はイルカだよ。次の動物はこちら。正解はアザラシだよ。次の動物はこちら。
わかったかな？正解はサメだよ。次の動物はこちら。みんなわかったかな？正解はカニだよ。次の動物はこちら。みんなわかったかな？正解はシロクマだよ。これでおしまいだよ。またね。間違い探し、1分以内に見つけてね。違うところが5個あるよ。正解はこちら。お団子の色が違う。ポケットがある。花がなくなっている。太陽がある。草原の位置が違う。みんなは何個わかったかな？見てくれてありがとう。またね。何の恐竜かな？みんなわかったかな？正解はモササウルスだよ。次の恐竜はこちら。みんなわかったかな？正解はティラノサウルスだよ。次の恐竜はこちら。みんなわかったかな？正解はトリケラトプスだよ。次の恐竜はこちら。みんなわかったかな？正解はプテラノドンだよ。次の恐竜はこちら。みんなわかったかな？正解はスピノサウルスだよ。次の恐竜はこちら。
わかったかな？正解はブラキオサウルスだよ。次の恐竜はこちら。みんなわかったかな？正解はステゴサウルスだよ。これでおしまいだよ。またね。